皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回は歌ってみた動画、演奏動画の作り方ということで、星野源さんの3という曲をモチーフにして演奏動画をチャイチャイって作っていこうかと思います。で、その間ね、その演奏の様子とかレコーディングの様子とか撮影の様子とか、そういったものをですね、ポイポイとお見せしていきますので、普段皆さんが見てらっしゃるような演奏動画の裏側には、ああこういうこともあるんだみたいなそんな感じで、知らない世界を覗くみたいな感じで、ちょっとそういう好奇心でね、楽しんでいただけたら幸いでございます。とりあえず、まあ楽器はどうなるのかわかんないですけども、カホン叩いてベースやってギターやってピアノやって歌ってみたいな、ちょっとどんな感じの流れになるのかわかんないんですけども、まあなんとかなるっしょみたいな感じで、ぬるぬるっとやっていこうかと思います。皆さんもぬるぬるっと楽しんでいただけたら幸いでございます。よし、とりあえずカホンを撮ろう。カホンのレコーディングします。セッティングだ、イエス。カホンのセッティングが終わったぜ、イエイ。カホン撮っていきます。カホンこんな感じになりました。じゃじゃーん。マイクが 1,2,3 本立っております。まず前面にあるのがこれですね、ゼンハイザーの MK4 っていうマイクです。僕最近これすげー気に入ってめちゃくちゃ使いまくってるんですけども、なんかね、手軽にかっこいい音が取れてすごくおすすめです。これでこのカホンの高い音ですね、これタカタカっていう音、これをメインに撮っていきます。で、このドフって音に関しては、後ろにあるこちら、クラシックプロのバスドラを撮るためのマイクなんですけど、だから3000円くらいで買えるんで、めちゃめちゃ安いやつ。でも全然これでもね、しっかり低音拾えるので、僕はちょっとまだね、このマイクを変えてないので、ちょっとこの安いマイクで使っているような感じです。で、これでこの低い音をね、ドフドフドフと撮っていきます。で、今これタオル巻いてあるんですけども、なんでタオル巻いてるかっていうと、さっきね、タオル巻かずにセッティングして音を聞いてみたら、結構ね、ドーン、ドーンみたいな感じの、なんか嫌な感じの低音のサスティンがあったので、まあタオルで軽く穴を塞いで、ドフドフドフとタイトな低音にセッティングした感じです。これ穴を塞ぎすぎると逆に低音なくなっちゃうんでね、このさじ加減が難しいんですけども、まあその日はね、マイクを設置して音を聞きながら、うまい具合のところを見つけてあげると良いかなという感じです。で、トップにあるのは、これはブルーのハミングバードというマイクです。これもね、すっごい使いやすいんだ。で、これでこのシンバルの音を拾っていきます。シンバルは U-HIP の8インチのスプラッシュですね。こんな感じです。これでこのオーディオインターフェース UR44 に行って、スタジオ版の方に流してレコーディングをしていきます。で、音源、つまりこの演奏ですね。レコーディングした音源と映像を別撮りする方法もあるんですけども、今回はちょっとめんどくさいんで、登録できます。もうカメラ、構えまして、このままカメラの録画ボタンをポチッと押して、もうそのまま一発撮りで、撮っていこうかと思います。僕ならできる、一発でいけるそんな感じで、いこうかと思います。ソニーの α7-2 から HDMI ケーブルでバーッと行って、このパソコンの方に流れまして、なんか600円ぐらいで買った、なんか安い、なんかキャプチャーボードなんですけど、まあこのキャプチャーボードでパソコンに行って、まあこの映像をモニターで確認しながらやっていくという感じです。あ、SD カード入ってない。危ない。まあそんな感じで録画をしながら録音して、行こうかと思います。頑張りましょう。何回で終わるかな？ピッ。
いいんじゃないですか。よし。カホン OK です。その次はベースを取っていきます。セッティングだ、セッティングだ。OK。 そしたら、またベースの方のセッティングが終わったので、チューニングを忘れずにちゃんと行って取っていきましょう。そしたらほなベース取り終わったんで、その次はアコギを取ろうかと思います。まずはマイクのセッティングをしましょう。イエーイ。 OK。 ではこんな感じでアコギのセッティングも整ったので、ベラベラと弾いていきましょう。アコギは MK4 とハミングバードのステレオで取っていきます。もしかしたら片方使わないかもしれないんだけど、ちょっとこう、ね、厚みを後でこの持たせたいなとか、広がり持たせたいなって思った時に、2本素材があると何気にすごく便利なので、ちょっとこれで、弾いていきたいと思います。ではギターができたので、次はどうしようかな、エレキギターに行きましょう。エレキギターを取ります。セッティングだ、セッティングだ。これでエレキギター終わりでございます。そして鍵盤いきましょう。ピアノいきまーす。セッティングのセッティングだ。ちょっと片付けてからかな。 OK。 ピアノでございます。もう録音しちゃいます。この曲むずいんだよね。よし、いける。行こう。
さあこれで鍵盤も終わって、いやー楽器はとりあえずこれで OK でしょう。あとまあパーカスとかも入れてもいいんだけど、とりあえずこの辺で一旦楽器は終わろうかなと思います。ピアノできた、やったね、ペペン。いやー、それしたくなでは日が変わりまして、最後歌取りでございます。で今までの楽器はですね、一発取りって言って本当にこうね、録音スタートって言ってその通しで、やるというですね、もう部分取りとかその修正とか全くせずにそのままね、もう一回バーンと取って、はい終わりっていうやつだったんですけども、歌に関してはですね、僕はかなり歌苦手なんでね、一発取りがちょっと難しいんですよ。なんでこの部分取り取ってできなかったところをもう一回こうね、そこだけ取ってみたいな感じで、また全体取ってみて、うまくできなかったところだけそのまた取り出して取り出して取り出してっていう、そのね、パンチインっていう、部分取りを、していこうかなと思います。はい、空は晴れたよ、レイレー、頬には青が流れ、鳥は歌い何か。とりあえずこれ A メロ取り終わったと。で、キーメロですね。歌いってこうなんかもっと歌いじゃなくて、いいではなく歌いってこうバーっていきたいですね。こううまくいかないところをちょっとずつ、最初はこうも大事ですね。こうベベ壊れそう、ベベ壊れそうな、ベベ壊れそう。そうですね、こうはこうはまで使いましょう。こうはまでが、壊れず、もっと、ペッとこう、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 まっすぐに、こう、こう、こう、壊れ、まっすぐ。壊れそうな夜が明けて、壊れそうな、壊れそうな夜が明けて、こんなのを、ずーっとこうちょこ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 やっていくわけでございます。これがね、歌上手だったらね、ペッてやってペッて終わるんですけどね、本当にこのとりあえずざっくり取って、うまくいかないところを部分取り部分取り部分取りで、その部分取りもうまくいかなかったらまたこうね、全部取り直してまた部分取り部分取りみたいな感じで、すごい地味な感じで続けております。いきましょう。とりあえずまあ今取ったやつは全部消しちゃって、スピーカーから鳴らしたところのスピーカーの音で毎回拾ってしまうので、ヘッドホンでベイベー壊れそうな夜が明けて、空は晴れたよレイレー、頬には青が流れ、鳥は歌い、何か楽しいことが起きるような幻想が弾ける。君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすような君の。OK! これで演奏と撮影が全部終わりました。あとはお家に持って帰って、ミックス作業ってやつですね。音をゴニョゴニョっとして、なんかいい感じに仕上げていくっていう作業があるんですけれども、それと動画編集でございます。お疲れ様でした。あとは編集頑張るぜ。よし、帰る。